今お聞きの川崎 FM のほか神奈川 FM ネットワークからのお願いです。今私たちにできること。よろしくお願いします。こんにちは、猫の門のボーカルチーラです。猫の門は強くて弱いあなたの味方、素直なあなたの気持ちを代弁するバンドです。この番組ではその日の気まぐれで選んだ曲を紹介したり、楽しくトークをして音楽の街川崎を盛り上げていきます。イエーイ。実は今日ゲストがいらっしゃいます。紹介してもいいですか？イエーイ。ゲストはフリースタイルフットボーラー兼シンガーのグッシュです。皆さんこんにちは。ツオープ。こんにちは。ツオープ。はい、フリースタイルフットボーラー兼シンガーのグッシュと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして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 。まあ、あのグッシュさんはね、あの自分の番組も川崎 FM でされているので、はいはい、まあ知ってる方は知ってるというか、ね、おなじみのおなじみのグッシュなんですけれども、馴染ませていただいております。早速ですね、あの飯村さん の即興 の最後のお言葉をね、今日もいただいてますので、最後の言葉で、はい、はい、ちょっと読み上げたいと思います。はい、お願いします。鍋の歌、日本の食文化、栄養満点、変わった鍋からシンプルな鍋まで、あなたは何鍋が好きの歌。はい、はい。そのスンってしてるね。はい、らしいです。らしいね。何鍋好きですか、グッシュは？僕はでもそれこそさっき言ったけど、キムチ鍋とか好きだし、あとあのあれですね、火鍋めっちゃ好きで、あ、美味しいよね。そう、なんか4食とかで、なんか新宿とかにある鍋屋さん行って、はい、なんかカンフーメンつって、なんかその場でピアピアピアって伸ばしてくれる、お、そうやつ頼んで毎回目の前で踊ってもらってます。え、すごい。聞いたことない。めちゃめちゃ面白い。なんか普通にスピーカー持ってきて、ちょっとイケてる系のお兄ちゃんが、うん、スピーカー持ってくるんだ。スピーカー持ってきて後ろでなんかいい感じの EDM 流って、うん、うん、みたいなやつをやりながらこうやってすっげー、へー、面白そうだね。ピヨピヨピヨって伸ばして、あ、いいっすね。そう、目の前でちぎって入れてくれる。美味しいんだ。美味しい、めちゃめちゃ美味しい。火鍋いいっすよね、これからの季節。これからの季節本当にちょうどいい。涼しくなってきたからちょうどよろしいかと思ってます。はい、はいはい、私はそうですね、まあ、私も割と火鍋好きだな。お、火鍋行こう。じゃあ、うん、じゃあ赤から3へ、赤から3へ10からしに行こうか。任せてください。はい、番組の感想お便りお待ちしております。ハッシュタグひらがなで猫のもんでつぶやいてください。猫のもんが英語させていただきます。yeah. はい、じゃあ今日はね、あの曲を、あのグッシーさんからおすすめの曲をあの持ってきてもらったので紹介してもらいたいなって思うんですけど。なるほど、じゃあちょっと紹介させていただきます、ね。はい、お願いします。ちょっとご存知ないかもしれないんですけど、はい、猫のもんさんってバンドご存知ですか？知らないっすね。大嘘つき。大嘘ついた。猫のもんですか？そうですね。え、虎じゃなくて？虎じゃなくて、なんで猫のもんですか？虎のもん
の虎を猫に変えただけなんですけど、うん、あ、そうなんだ。そう、猫のもんさんというバンドがセンスある、センスある猫派猫派そう、その猫のもんさんのね、はい、あの先月から8月にサブスク解禁になりました、うん、遊び場という曲をちょっと遊び場ですか、今日持ってきました。あ、どんな曲なんですか。遊び場の曲なんですよ。まあ聞いていただいてからの楽しみということで雑まあ聞いていただいてね、そこからなんか好きなポイントとか教えてくださいよ。あのサビ、僕めちゃめちゃ曲聴くとき歌詞とかがなんかメインになってるというか、すごい歌詞を重点的に見るんですけど、なんかサビの歌詞がなんか背中を押してくれる曲だなっていう印象、大好きでよく聞いてます。まあですか、はい、猫のもんがグッシュの背中を押してるらしい。そうです、あのサポーティッドバイ猫のもんでやらせていただいてます。じゃあコールお願いします。はい、じゃあそれでは聞いてください。猫のもんで遊び場。いい感じ。猫のもんさんグッシュさんサポーティッドバイ猫のもん。小さい時は月に帰りたいと常日頃思っていたけど、今はいける、耳からとここから直接同じ声さ、ステレオサウンドで右左じゃ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 流した。終わった。今日終わり。もう。ああ。じゃじゃ。じゃじゃ逃し、ちょっと滞在だからね。一人ぼっちのような物語を失った癖はもう夢よ。じゃじゃ。違うんだな。じゃじゃじゃないんだな。じゃじゃ逃したからじゃじゃやっとこうみたいな。もうワンチャンあるよ。じゃじゃね。うん。じゃ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 。全部じゃじゃやん。じゃじゃじゃ。気が変わった七夜にいればいいじゃん。じゃじゃ。よかった、できた。今日もちゃんと寝れるわ。寝れるぜ。ちゃんと寝れるぜ。自分のために生きて物語を難しくしたがる癖はもうやめてよ。続きましてバターのような幸せ小話コーナーです。イエー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 。お、なんかチャラいな。ちょっと今日DJ グッシュな感じで行かせていただくんで、ね、DJ グッシュ回してこうポン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 このコーナーではバターは小さいかけらでも高カロリーであるように、小さいことでもすごく幸せだったりいいなと感じたことをお話しします。グッシュが終わりですか。グッシュが、はい、今日はね、せっかくなのでゲストのグッシュさんに幸せ小話をお話ししていただきたいんですけど、はい、なんかありました最近。最近なんかあったと言われれば、はい、あれしかないんですけど。あれっすか。あれっす。どれ。それはそうだ。そうですね。まあ、僕もね、この川崎 FM さんで番組やらせてもらってるんですけど、うん、先月の23日の放送で、はい、ちょっとサクッとね、その前かなから、まあ、ちょいちょい話させていただいてたんですけど、うん、南雲春さんっていうね、うん、アーティストさんと、はい、まあ、ビゴライブという配信アプリで出会いまして、うんうん、でその方とね仲良くさせていただいて、うん、ちょっとある日ねポッとこんなこと言われたんですよ。グシ歌ってみない。お、僕もともと所属してた事務所とかで、うん、ボーカルレッスン受けたりとかも
してたので、うん、シンガーとかは正直やってみたいなっていうのはあったんですよ、うん、ちっちゃい頃からもう歌うのとか踊るのとかも好きだったし、うんうん、なんかアーティストっぽいことはしたいなとはずっと思ってて、まあ、フリースタイルの道に歩んでて、でまあかれこれ活動を始めて 3,4 年経った今になってこう、うん、歌やらないかっていう絶好の機会をいただいたので、2つ返事でぜひって言って、はい、いただいた楽曲がなんとレコーディングも済みまして音源として出来上がったと。早い、これまだトントン拍子で本当に話が早い。やりましょうって言ってから、うん、まあ2ヶ月空いたけどレコーディングから2週間ぐらいでもう音源になってて、うん、すごいね、やばいなと。そんなとんなんかさって話進むことあるみたいな、うんうんうん、っていう、すごいね。そうな、でもなんかそうやりたいやりたいって思ってたその歌だったりとかっていうのが、うん、なんか形になったみたいなのがすごい嬉しいな。それは嬉しいわ。幸せ、もう全然小さくないんだけど。すいません、小さくなくて。大きな話の大きな幸せよ。ありがとうございます。なんか、ま、心機一転というかなんか新しい一面がまた見られるってことなんですね。そうなんです。どんな曲なん？そうですね。なんかポップスといえばポップス、バラードでもなくアップテンポなハードでもなく、なんかもう本当にミドルな感じではあって、うん、で何よりすごい高音高い。うん、なんかそれこそ最近の流行りって言ったらちょっとあれだけど、うん、なんか高い音の綺麗な音が続いていく感じで、ほー、で歌詞もまたね、これまたなんかなんだろうな、いい歌詞なんですよ。え、歌詞は誰が考えた？歌詞は南雲春さんが考えたやつね。書いていただいて、そう、南雲さんが作った曲で世に出してなくて、うんうんうん、でなんか誰かに譲りたいと思ってた曲だったらしい。そんないい曲を譲っていただけちゃうんですか？譲っていただけたんですけど、はい、ここにさらにもう一個ちょっと追いバターしていいですか？おお、濃厚だね。濃厚な追いバターをさせていただきたいんですけど、はい、その、ね、曲、譲っていただいた曲とまた別で、うん、作詞グッシ作成、うん、作曲南雲春で、うん、曲を全部で、その譲っていただいた曲も含めて全部で4曲、うん、今もうすでにやらせていただくことが確定していて、うん、でさらにこれからもっとどんどん南雲春プレゼンツの曲が増えていくんじゃないかという。すげえ、南雲春プロデュースのそうです、ね、サポーティットバイネコノモンと南雲春でいっぱいいるな、サポートしてくれて皆さんにサポートしていただいてのグッシュなので、それはすごくいい話だ。まあこれは要はいろんな支えてくれる方がいて、今グッシが新しいスタイルで発信できたり、そういうこと、活動ができているよみたいな。まさにまさにそういうことでございます。うん、恵まれてる、恵まれてる。すごいね、な、作詞なんかもしちゃうんですね。そうなんですよ。どんな歌詞とかなんか思い伝えたいなみたいなあるんですか、これから、うん、シンガーとして、まあ、そうですね、うん、なんかその時その時やっぱり人間って思うこととか考え方とか違うと思うから、うん、なんかその違いなんかもその瞬間瞬間に自分が思ったことをなんか思なんかなんて言うんだろうな、うん、なんて言ったらいいの、ありのまま、うん、ありのまま、ありのまま伝えていけたらいいなっていう、うん、なんかそう、僕はどちらかというと比喩表現みたいなのを日常会話でもよく使うから、何々みたいな話だねとか、うん、何々のようなみたいな言い回しは結構使うから、うん、なんかちょっと回りくどい歌詞にはなってしまうかもしれないけど、うん、まあ、バターのような的な、そうですまさにまさに、あ、じゃあなんかちょっと似てるような感覚あるんですかね。あるかもですね。猫のもんとね。シンパティー。え？あ、いや、なんでもないです。え？いや、なんでもないです。なんでもないですね。次行きましょう。何回してんのよ。こっちなんだよ。すいません、すいません。やばい、ちょっとすがすがちゃう。それなんだ。何回してんですね。いや、ちょっとこれから楽しいですね。いや、本当に楽しみで。歌も。ね、今日だって後で流すんだもんね。そうです、はい、お持ちしました、ね、ちょっと後半楽しみにしててください。いや、はい、皆様のような、あ、違う、皆様のようなどんな日皆さんのバターのようなお話もぜひお便りでお待ちしております。猫のもんの公式ツイッターの DM で、に DM にて受け付けております。アットマーク NEKO アンダーバー NO アンダーバー MON までお送りください。はい、はい、ぜひお待ちしております。それでは以上、バターのような幸せ小話でした。猫の門の決め台詞を、続きましてまたフリースタイルトークに入りたいと思います。Yeah.
ポッポッポッ、ね、フリースタイルフットボーラーですからね。はい、こうあのトークもフリースタイルな感じで。あ、いや、はい、任せてください。得意だもんな、フリースタイルな。得意ですよ。じゃあやっちゃってくださいよ。カモン。やってくださいよ。カモン。カモンってそんな、そんな。あ、なんかあります？な、なんか、まあ、いつもね、この、はい、このね、このもの、気まぐれイリオさんでは、この時間帯にうんちく話をされてると思うんですけど。そうですね。あまりにもうんちくが多すぎて何出そうかなってすっごい迷って。そんなうんちく博士なんですか。うんちく博士ですね。あ、そうなんだ。脳みそうんちくだけでできてるかなぐらいな。おう、うんちくのゴンゲ。うんちくのゴンゲですね。本当にあのそれこそ最近ね、あの友人に界面活性剤の話で30分ぐらい話し続けたぐらい、うん、めっちゃ迷惑な話。迷惑とは。あ、ごめんごめんごめん。いや、ためになるかもしれないけど、おお、30分長いね。軽く引かれました、ちなみに、うん、お金払った方がいいよ、ね、聞いてくれてありがとうございました。報酬をね聞いてもらった代で、まあ、そんな、はい、そんな愚痴が、はい、今日ちょっと話したい内容がね、うん、本日の内容がですね、フリースタイルフットボールのこと、せっかくなんで。あ、せっかくですから ね、はい、ね、本業というかね、本業というか長くやってきたあれを、こう 4,5 年の集大成をね、はい、集大成というか、どうぞここで発表してください、はい、もうここからはグッシのフリースタイルオタクが露呈するだけなので、いいですね、はい、ちょっとね、うわ、グッシってこんなやつなんだってなるかもしれないですけど、うん、まあ、フリースタイルフットボールってワード自体が2003年とかの発祥なんですよ、うん、で割と最近、そう、大体サッカーとかフットボールっていうだけあってサッカーがね、うん、その印象深いと思うんですけど、うん、このフリースタイルフットボール発祥が、まあ、ぶっちゃけどこかは、うん、あの分かってはいないんですけど、フリースタイルフットボールというワード自体は、うん、その日本とか、うん、そのサッカーと言われてパッと思い浮かぶ国とかはまた別の国からの発祥になっていて、うん、でサッカーだったら強豪って南米だと思うんですよ、ブラジルとかアルゼンチンとか、うん、まあ、もちろんヨーロッパにもね、イタリアとかあの強い国はたくさんあるんですけど、はい、フリースタイルフットボールの強豪国ってどこだと思います？うん、なんか雑技団とかあるか、中国とか。お、強そう、勝手なイメージ、勝手なイメージで中国、はい、うん、ちょっと惜しくて、え、実は日本とポーランドが強いと言われていて、うん、例年 の、 その世界大会とかの優勝者も日本人だったりとか、上位に、ね、日本人が 3,4 人全然食い込んでくるぐらいには、すごいじゃん、その日本って強豪国なんですよ。日本すげえじゃん。日本すげえですよ。日本の選手がもうそもそもすごくて、うん、日本ってちょっとフリースタイルフットボールの世界では特殊なそのスタイルを持ってる人が多くてですね、うん、そのなんだろうな、ゴリゴリのリフティングスキルというよりはどちらかというとちょっとダンサブルな、うん、ちょっとブレイクダンスの動き混ぜてたりとか、うん、ロックダンスだったりとかジャズダンスだったりとか、そのダンスの要素を組み込んだなんか型にはまらない、それこそ文字通りフリースタイルな、うん、あのフリースタイルフットボールのパフォーマンスをするのが日本人のなんか特徴といえば特徴で、なんか逆にそれが世界的には目新しいというか、あの他の国にはあまりない、まあ、もちろんそういうスタイルをやってる外国人のフリースタイラーもいるんだけど、うん、そういうスタイルはもう日本人のなんか専売特許みたいになってて、ある意味それで日本人もね、ある程度のレベルを確立してて、本当に毎年のように上位、本当に 3本の指には絶対に日本人入ってるんじゃないぐらいな、ぐらい日本って強豪国なんですよ、はいはい、まあ、僕もその競合の中にね、食い込んでいくべく日々精進しているわけなんですけど、うん、フリースタイルフットボール奥深すぎてちょっと何十分とかの枠じゃとどまらないので、なんか、ま、今度まとめますまとめてたくさん、じゃあなんか質問しちゃっていいですか。あ、どうぞどうぞ。あの技名とかある、はい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 、なんかこれが一番かっこいいぜ、あの名前が一番かっこいいやつ教えてほしい。名前が一番かっこいい技ちょっと考えていいですか。なんか技がというよりは名前がかっけえみたいな。名前がかっこいい、あ、これめちゃめちゃかっこいいです、はい、バーニングチャーチっていう技が、バーニングチャーチ、これ直訳すると燃える教会なんですよ、うん、かっけえ、超かっこいいですよねそう、バーニングチャーチめっちゃ名前かっこいいし、で技自体もめちゃめちゃかっこいいんだけど、うん、そう説明するとなるとちょっと難しいから、そうなんか今度なんかね、映像媒体とかで喋れる機会があったらバーニングチャーチの話します、うん、姿的には逆さまなの、いや、立った状態、立った状態ので、ボールを扱い方に何種類かあって、座ったリフティングとか、うん、挟んだり乗っけたりするスタイルとか、うん、またいだりするスタイルとかって何個かあるんだけど、そのボールの周りをね、うん、あの足を回すアラウンドザワールドとかって呼ばれる技が主にその主なあれになってる、うん、エアムーブっていうジャンルの
技なんですよ、バーニングスマッシュ、はいはい、立った状態で足を回す、なんか、うん、なんて言ったらいいのかな、大車輪とかって言ったら伝わる人多くて、うん、そうリフティングのね練習してる人とかによくやってる技のなんか慣れの果てみたいな、慣れの果て、慣れの果てで教会燃えてるみたいな、はなるほど、そんな感じです、バーニングチャンジ。もう一個質問ですか。はい、どうぞ。あのなんかさ、バンドだとさ、はいはい、憧れの会場ってさ、なんかまあ例えば武道館とかさ、 はい、あるじゃないですか、 ZEPP とかさ、うんうん、なんかあるんですか、そういう会場、会場、会場、あそこでやったらもうすげえみたいな、あそこでやったらもうすげえで言うと何箇所かあって、うん、そう一箇所はあそこ、あそこチェコっていう国のプラハという、うん、ね、あの町があるんですけど、はいはい、その町で毎年スーパーボールっていうフリースタイルフットボールの世界大会やってて、うん、そうでそこはもちろん1対1で戦うバトル方式もあれば、うん、1人でパフォーマンスしてなんか審査員から評価の点数をもらってみたいな、はいはい、フィギュアスケートチックな、うん、あのパフォーマンスのコンペティション、うん、シングルルーティンとかで2人組でパフォーマンスをした点数をもらってみたいな、うん、ダブルルーティンだったりとか、うん、いろんな種類のね、あのコンペティションがあるのが特徴になってる、うん、そんなね、チェコのプラハでやってるスーパーボールだったりとか、あとは普通に日本のね、あの JFFC ジャパンフリースタイルフットボールチャンピオンシップっていう日本の大会だったりとかの決勝ラウンドとかっていうのはもう憧れだったり、ほうほう、憧れだったり、憧れ、目指せ目指せ目指せ JFFC 決勝戦とかですね、って感じになってます。それが、まあ、そうだな、多分プラハのそのスーパーボールに関してはその音楽業界でいうところのそれこそ武道館とかぐらいでっかい会場になるんじゃないかなっていう感じ。へえ、じゃあそこいつか連れてってください。はい、任せてください、はい、じゃあ最後後半の曲をまた紹介お願いします。はい、はい、まあ、今回ね先ほどアナウンスさせていただいたね、あの南雲春さんから譲っていただいた曲で、はい、ね、もうグシのオリジナルって言っていいよって言われてるんで、もう僕のオリジナルとさせていただきます。グシのねファーストシングル、うん、最初のオリジナル曲です。グシ、はい、で約束はしない。これから私は何をしていこうかねそこだけ実は即興で入れてる。すごい、ね、その場で春尾さんがこのメロディーでいこうかっつって、すごいやば、春尾やば、はい、エンディングです。なんて
すぎる秒でした。約束はしない、とてもいい曲ですね。ありがとうございます。はい、サブスクなんかもいつかね、そうですね、公開されちゃうのであればぜひ楽しみにしております。はい、楽しみになっててください。じゃあ何かお知らせがあればどうぞ。はい、まずですね、普段配信をやってるんですけど、はい、ライブ配信ビゴライブというアプリで、はい、やってます。 BIGO ビゴライブです。で今ちょうどね、イベントに参戦しておりまして、うん、ビゴのエースになろうということで、ちょっとビゴの男性ライバーのなんか頂点を決めるじゃないですけど、あ、男性ライバーの、男性ライバーの限定のイベントになってて、ちょっと男性配信者のなんか中でね、ぐいぐい頑張っていきたいなと思ってますので、うん、ぜひ、ね、ビゴライブでグッシー、ひらがなでね、グッシーで検索していただければ出てきますので、うん、ぜひ、ね、はい、応援のほどよろしくお願いします、応援しましょうみたいな感じと、ちょっと遠いんですけど、はい、来年の1月29日ですね、うん、に、アンバースデーミュージックライブインロサというね、ミュージックライブ、違う、音楽ライブに参加させていただくことになっておりまして、うん、はい、そこでなんと南雲春さんと、ね、そのネモさんが主催するイベントで、うん、でその南雲春さんとね、もしかしたらコラボもあるかも。楽しみ。一緒に約束はしない、やるかも。あ、約束はしないけど、はい、うまいこと言わんでるねん。ありがとうございます。、はい、ね、1月29日、はい、まだまだねちょっと時間が空いてますので、うん、よかったら前もってやって、今のうちに開けとこう、はい、池袋ロサでお待ちしております。結構ね、いろんなアーティストさん出て、うん、なんか音楽をねより一層楽しめるイベントになってるかなと思いますので、うん、ぜひぜひお予定合う方は遊びに来てくださいねっていう感じですかね。いす、はい、とあとなんだっけ。あ、はい、ごめんなさい、個人ブランドねやってます。オアジーブロスという、個人ブランドやってます、うん、はい、で、なんだ、社会という砂漠で生きる兄弟たちにね、ブロスのために、ね、オアシスになるようなグッズ制作だったりとか販売を行ってますので、ぜひ、素敵です、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、チェックします、はい、ご購入はベースからベースからですね、ベースからでよろしくお願いします。はい、はい、で、でこれ僕から言っていいんですかね。あ、どうぞ。はい、10月のね28日に、うん、なんとなんとだな、なんとなんとスナックグシのもんやらせていただきます。グシのもん。はい、まあ、スナックね、このもんね、はい、毎月やられてると思うんですけど、うん、そこにゲストで、ゲスト出勤と言っていいですかね、うん、そう、はい、そうですね、はい、ゲスト出勤させていただきます、はい、ゲストで来ていただきますので、はい、よろしくお願いします。みんなね、猫のもんとグシのコラボ、はい、ぜひ楽しみにしてください、はい、ね、その日ね、僕はラジオがちょうどあるので、あ、そうですね、ラジオしてからの、ラジオしてからのね、スナック同伴しましょう、同伴しましょう。おつまみなんかもね、手作りで、はい、グッシュもチーラも作っていくので、はい、楽しみにしててください。しててください。ね、ハロウィンだからコスプレというか仮装も ね軽く ね軽くするので、はい、お楽しみにって感じで、はい、チェキ取りましょう。約束はしないけど。しろ。はい、じゃあ猫の門の、私の方からのお知らせですと、はい、10月17日に週刊少女ロックのライブがあります、はい、しかもなんと新メンバーがキーボードで加入、初ライブお披露目ということで、皆様、ね、とても可愛い女の子なので楽しみにしててください。楽しみです、はい、あとは10月22日から24日3日間朗読劇にチーラが出ます。はい、初演技なのでぜひ来ていただきたいなって感じです。池袋の劇場という会場であります、はい、ぜひお待ちしております、はいはい、ツイッターから見ていただけますと予約ができます。はい、はい、そんな感じで楽しかったですね。本当ですね、はい、また来てください。もちろんです。約束はしないけど。はい、あ、うん、あ、もうそれじゃあ、はい、今日はゲストのグシでした。ありがとうございました。はい、次回はですね、11月の第1木曜日何日ですか。10月21日です、はい、この日は収録なのであれなんですけど、はい、ぜひ楽しみにしててください。収録しかできないあれをやりたいと思います。あれ、はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。お相手は猫の門のチーラでした。バイバーイ。バーイ。写真撮ります。あ、さっき撮りました。撮った。